カ金祭りは、静岡県富士市で、毎年10月の第1土曜日に開催される、祭りである。火のついた松明を籠に投げ入れる、投げ松明が有名。メインイベントの、蜂の巣に火がついた直後命捨てよと人のため神となる。カ金祭り実行委員会が主催する祭りとして、富士川沿いに位置する、岩底で開催される。今でも日本三大急流の一つとして、 有名な藤川であるが、江戸時代まで反乱を繰り返す暴れ川で、その度に多くの人と畑などを失った。その藤川の反乱による被害を防ぐために、巨大な堤防である岩堤を構築した古軍親子三代の偉業と堤防構築の安全を祈るために、人柱となった僧への感謝の心を忘れないとともに、築堤や反乱での犠牲者を弔おうという、 地元の人々の思いによるお祭り。他の祭り同様多くの出店があるが、出店できるのは生涯学習推進会や PTA、各区の区長から承認を得た団体など地区に関係する団体のみであり、露店商が出店することはできない。そのため、多くの商品が適正な価格で販売されている。ただ、広いとは言い切れない周辺道路に加え、 年々来場者数が増加していることもあり、会場周辺の道路及び会場内の混雑が徐々にではあるものの顕著になりつつある。祭りのメインイベントである投げ松明は、高さの違う3本の蜂の巣と呼ばれる籠に、地上から火のついた松明を振り回して、勢いをつけた後に投じるというイベント。和太鼓の演奏の中、子供用の10メートル、 成人女性用の16メートル、成人男性用18メートルと順番に行われ、松明が見事カゴの中へ入ると、和太鼓も力強い演奏になり、盛り上がりが最高潮に達する。また蜂の巣は燃え上がり、一斉に地面に落ちる迫力に、会場は大歓声に包まれる。最後の3本目に火が灯り、火に包まれた蜂の巣が、地上に落ちると、 華麗な花火が何発も打ち上がり、地元岩礁地区及び岩礁北地区の町内が、地区ごとに育てた岩底のコスモスを照らす。投げ松明まつには、一般成人なら誰でも参加できるが、安全面を配慮して、2005年からヘルメットの着用が必須となった。また、近年では、長袖長ズボンやゴーグルの着用の徹底、飲酒したものの入場の禁止など、 さらなる安全対策が施されている。以前から岩庭のある地区に位置する、富士市立岩礁小学校の校内イベントとして開催されていたが、岩庭、構築300年を記念して、昭和62年に富士市主催の祭りとして、現在のスタイルになった比較的新しい祭り。今では、富士市の4大祭りを追い越すほどの大きな祭りとなっている。 なお、仮金祭りはこれまで2回中止となっている。1回目の中止の理由は、昭和63年の昭和天皇の体調悪化による自粛ムードの影響である。2回目の中止の理由は、令和2年に世界中で蔓延している新型コロナウイルスの感染拡大防止のためである。ありがとうございます。